今回の企画、はい、プロピアニストなら高速ラップ曲も耳こび一発で弾ける説。はい、来ました、保険系の企画です。今超話題の、はい、はい、喜んで、こちらの楽曲ピアノだけで完全再現してもらおうかなと。ラップ曲弾けるの難しいですか、ね、リクエストも多かったので喜んでお願いします。この曲、あのこの間実は文化祭で高校生のリクエストでその場でサビだけ聞いたんだけど、だからまあ実質耳こび2発なんですけど、フルで弾くのはこれが人生完全初なんで、初見じゃないだろうって思った人はね、あのコメントしてください。そのコメントもしっかり全部読みます。今回の難解ポイントとしては、歌の音程が変わらないところは鍵盤を高速で連打することになります。楽器だとその音程がないから飽きやすいんだよね、弾いてると。ただ弾ければ良いというわけじゃなくて、ピアノアレンジとして弾きやすいかってことですね。そのあたりどうアレンジ、はい、かっこいいのは同連打ですけど、音楽的にこう動いてた方が僕は好きかな。コードは結構単純なんで、歌詞見ながら弾きますか。今2人か3人じゃないですか。まあまあ15分20分ぐらいはあります、はい、そこで必死に耳こび。歌以外にね、裏で鳴ってるピアノとかもかっこいいからさ、ここが再現できると一気にクオリティ上がるんだよね。で幸いメロディーが毎回変わるっていうよりかはスケールで動いてるだけだから、その通りではないけどかなり近い再現はできるんじゃないかなと。はい、
聞いてみてありがとうございました。なんであれ踊れたんですか。今の曲何の曲か分かりました。もう伝わりました。成功ですね。伝わりました。電車で通学みたいな。あ、そう。あ、私1時間です。1時間。朝じゃあ早いんじゃないですか。起きる。あ、起きギリギリで。はい。ギリギリで起きて。ギリギリ。はい。頑張ります。あと今。新都心にピーと思って。どうですかね。最近推し活では。ライブの頻度ちょっと高いから、はい、多いの。エグいです。あのお金もあります。ちょっと今ロックブランドとかにも増えてきちゃったので、ガクマスにも手出しちゃう。あ、ガクマスなんですね。ガクマスライブありましたもんね。そうです。あ、行きましたチケット当選した人いるんで今後も本業頑張りましょう。はい、頑張ります。